まあ、もうほんまこの家の近くで遊ぶ。もっとなんか休日ってあの都会の方に遊びに行くんかなと思ったんですけど、ここに行ってもすごいやっぱイベントがあるし楽しいし、毎週なんかあるんで、なんか家の周りで何かしてるっていうことが多いのと、あと自分が一個そのつながりで山を管理今してて、その山で遊んだりもしてます。はい、焚き火とか普通にあの木切ったりとか、まあ、過ごすって感じですね。あの小屋がついてたので、そこをあのちょっとリフォームしたので、あの、まあ、私がご飯作りながら子供たちも外で虫取ったりとか、あの本当に火で何か焼いたりとかしながらご飯食べてまた遊び続けてっていうような感じで結構過ごしますね。3000坪です。サッカーコート2面分あるんですよ。あのお友達を呼んで一緒に泊まって遊んだりとか、たまにあの友達の友達ぐらいのところに肩に貸して、こうキャンプ場として使ってもらったりとかして遊んでもらってます。